ちは。こんにちは。こんにちは。見えてる？なんかさ、寒いんだよね。私だけ？え、超寒くない？なんでだろう。くまちゃんかわいい。ありがとう。嬉しい。お洋服を褒められるのは嬉しいね。ありがとう。ここ眉毛ないんだけど。どうした？剃ってないんだけど眉毛がない。今日。かけてないのかな、ちょっと。こんにちは。逆に暑いわ。え、そう？え、冷えん中だからかな。超寒いんだけど。綺麗に映ってる。よかったよかった。ちょ、前髪切ったの。昨日も言ったけど。え、めっちゃ綺麗にね、整ってる。切る人がうまいんですよ。とても。1時間いるんだけど、私。前髪のために美容室。なんかわかんないけど。なんか美容室いると1時間経ってる前髪だけで毎回不思議に思うんだよね。それがきってあげるよ。怖い。今日はお出かけしてないんだ。してないです。今日はね、家にいる。土日に外に出ようとあんま思わなくて。そう、人多そう。ほっぺにほっぺくっつけたい。あ、ほっぺ、そう、ほっぺピンピンしてんだよね。そう、なんか頑張って痩せてもほっぺは落ちないっていう検証結果が出ております。もうそう、アイス食べてよ。ほんと？お腹壊しそう。寒い、ほんと寒い。昨日も超寒かったし、ずっとパーカー着てるよ私、ここ何日かずっと。寒い。冷え性なのかな。そう、冷え性。今日ね、何しようかなと思って、夕に配信しようと思ったんだけど、暇だから今配信しちゃおうっていう。まあ、土曜日だしね。そう、もうね、ライブとか行きたいですね。ライブに行きたい。ライブしたいし、ライブにも行きたい。やっぱライブって楽しいよね。ハマっちゃう。でも一回行くとハマっちゃうからダメだよね、ほんと。行くとハマっちゃうよね。一回行きたくなっちゃうよね。イコラブさんのライブはもうドハマりしちゃいました。これで舞台は見に行かせていただいてたんですけど、そのライブだけっていうのに行かせて、回ったのがこの間が初めてだったので、金河劇場の時に。いや、もう楽しくて楽しくて、指原さんのライブにも行かせていただいた時とかも、 AKB48 さんのライブとかも楽しい。本当に楽しい。ダメだね、ライブハマっちゃうよね。一回行くとハマっちゃって抜け出せない。そういうものですよね。いいライブはやっぱハマっちゃいますよね。乃木坂行かないの？行きたいね。行きたいけど、私たちは結構48系に、48、そうね、系に行かせていただきますね、毎回。あ、くしゃってなっちゃった。
ープ一度行くと依存症なるよ、なるなるなる、ほんとなるよね。私もライブ大好きだし、あと音楽聴くのが大好きだから、テレビとかつけるよりずっと音楽流してるかも、携帯で。でぼーっとしてる、ぼーっとするのが好き。なんか変な、ちょっと、暑い時は長い、寒い時は長い髪を首に巻くとあったかいかも。いや私ね、髪の毛、なんか私の髪の毛、自分髪の毛ないんじゃないかなと思うくらい、あの髪の毛が薄いなんか自分で言って面白いんだけど、本当に自分あの髪の毛ついてないんじゃないかなと思うくらい髪の毛が軽いの、本当に。なんか重さに見えるけど本当に薄、あの一本一本がさ細いの、すごく髪の毛せいで、そうなんかね、ないんじゃないかなと思う。ドライヤーとか7分くらい時間かかるけど、でも普通にしてると自分髪の毛ない人みたいな感じ、いつも。風に吹かれた時はね髪の毛あるなと思うけど、普段はねあんまりなんか思わない軽い髪の毛。いやなんか軽い髪の毛っていうか細いんだよね、髪質が超細い、太いんじゃなくて。で量もね元空いてるから少なくしてもらってんだよね、あの髪の毛長い分髪の毛を空いてもらってるから。そうドライヤー乾かすの大変で、そうそれで あまり量が多いけど、そう長いんだよね、めちゃめちゃ長いんだけど、あまり自分髪の毛あんなって思わない、軽いから髪の毛ない人は笑うよね、確かに表現の仕方が笑う。なんかね、今日は8時頃にご飯を食べてから、何食べたっけ、朝ごはんは確か、そうなんだっけ、あれ名前忘れちゃった。でも干し芋、お芋が好きだな私で、干し芋と、どれ食べたかな何食べたっけ、痩せちゃったよ。干し芋と、でもなんかそう、あんまそんな大して食べてない。あ、今日お腹あんま空いてないんだよね。それからあともう超部屋の掃除ずっとしてた、1時くらいまでもう超綺麗にして、もうピカピカでもう最高です。もう家の中が綺麗すぎて居心地がいい、自分家本当に居心地が良すぎて最高です。今日は何してたのは読んだ、はじめまして初見です、はじめまして、ゆずはさん、あいまさん、ありがとう。私配信あんま喋るけど、なんか大してそんな面白い話ないんだよね。そうなんかね、日々を なんていうの、なんか話題がある生活を別にしてないからそう
そうなのよ。そう、話題のある生活してればね、なんか毎日、ね、今日こんなことあったんだよみたいな話せるんだけど、大してそんな話題のある話を、ね、できないからね、なんもないから遊ばないからね。綺麗好き、綺麗好きというか、でもあまりね、そう、なんか私埃とか、あとなんていうの、立ってると鼻が痒くて寝れないのよ。そう、多分アレルギーとかで普通に肌とかも荒れるから、もう片付けないと、そう、くしゃみとかがね止まらなくて片付けてます。今日の時点は可愛いツイート朝から3つもしてしまった、嬉しい、ありがとう。沙織ちゃん来ました、ヨネさんありがとう、来てくれて嬉しい嬉しい嬉しい。こんな髪型してんの友達がいたらちょっと恥ずかしいな。まあ、いっか。秋田のオッパ行った。オッパ？オッパでいいのかな。わかんない。何？一期生のプロジェクト楽しみ。私も楽しみ。ね。早く。スタートしてほしい。とても楽しみです。あ、やばい、首が痛い空気が綺麗なところで生まれ育ったから埃とかダメだよね。いや、なんか家族、お父さんとお母さんがすごく綺麗好き、綺麗好きというか、なんていうの、お部屋を片付けるのがうまいというか、お父さんとかもずっと掃除してる人だから、そうね、まあ自分の家が一番最高。実家が、秋田の実家が本当に広い、最高。一軒家だからね、いや広いと当たり前だけど、でも実家がやっぱいいなと思う。イメージし、フォーダスがオーパ、あー、行った行ったよ、行った行った、行きました行きました。多分、はじめまして、はじめまして、学園さん、はじめまして。皆さんよかったらツイッターね、フォローしてください。ツイッターをフォローよろしくお願いします。見てる人、今日ぜひ初めて見ましたって方はツイッターフォローしてください、お願いします。なんかね、そうね、個別がもう来週、来週だよね、早い、来週、来週か、明日13日で、多分もう来週だもんね、早い、あとちょっと7日間後、早いね、楽しみ。いや、ほんとね、いや、なんかね、
配信しようと思ってまではいいんだけど、いや本当に喋ることがなさすぎて私ね、なんか友達といてもなんか喋るときは喋るんだけど、なんかね今日毎日、昨日何喋ったっけ、昨日いっぱい喋りすぎて今日何喋っていいか分かんないなんで配信してんだって話だけどね。まあまあいいか、生存確認ってことで。そうで、そう握手会のねためにあの準備したんですよ私。後ろにね貼る、お木村さんかもしれない人ではありませんかどういうことですか、木村さんです、はい見て作った、これ後ろに貼るの、ペタペタといっぱい種類あるの、ラミネートしてもらったのさ。これにねペンで文字を書こうと思っております。撮影の時とかになんか写真映えではないけど映えるなと思って、後ろの壁にペタペタ貼って写真を撮ろうと思っております。本当はねこうやってみんなと思って写真撮るのもいいかなと思ったんだけど、なんか手に持ち物を持っちゃいけないらしくて、その人形とかも今回持ってくんだけどね、でも作ったのこれ結構撮影会の時にいいなと思って、いろんなね顔があるのだから、みんな撮影会の時に撮影した後にだったらアップして、こうやって携帯でアップして一つ一つ見てみて、あとね何の文字書こうかなって、ここにまだ考えてなくて、何の文字書こうかなって悩み中なの。イエーイ、全部ね手作りです、紙で貼って全部作ってる。そうラミネートしてきた、昨日事務所に行ってしてもらいました。良い感じにできたので楽しみです。丸まってんのが治ってる、本当だよね、丸まっては治ったよ、よかったアクシカイ楽しみ、ありがとう。私もアクシカイ楽しみ、撮影会の時が一番これ見えるかもしれない、握手会の時より。綺麗になってよかったです。池松愛理ちゃん今日ずっと配信してる、もしかして。今してるよ、やっぱそうだよね、本当に尊敬する、すごい。あのなんか私池松ありちゃんのモバメ撮ってるんですよ、そうありちゃん好きで、でモバメ撮ってるんですけど、もう何時から何時まで配信するとか、なんか配信ありがとうとか、よくツイッターでもうツイッターでつぶやいてるし、なんかモバメでもなんか内容とかすごく見ててすごいなと思って、すごいね、尊敬です。君のうん
もう日焼けしたくなさすぎて本当にやだな、夏が来るのが怖いって言って外あんま出ないんですけどね。そう、もう撮影とかで海とか行ったらもう私もお肌終わっちゃいます。もうなんかね、お腹空かないんだけどお腹空いたみたいな感じ、わかるわかるわかる。なんかお腹、そう、朝ね8時に食べて、今は中途半端な時間帯なんだけど、お腹空くんだけど空かないみたいな感じ。今日は配信終わったらなんかちょっと日常品なんていうの、日常品っていうの、まあ、をとかご飯を買いに行こうかなって思って、で帰ってきたらずっと本を読みます。私は読みたい本があって2冊読もうと思ってんだけど読んでなくて、そうでもあえて新しい本を買うっていうのもちょっとあってすごい顔してたかも今、めっちゃすごい顔してたかも、やばい、めっちゃ睨んでたかもしんないあのモーナちゃんが若菜ちゃんのおめでとうみたいなツイートをしてて、で2人のツーショット写真あげてたんですよ。でその写真にの後ろに私の顔が写ってて、なんかすっごい険しい顔してたの。多分そういう顔を今してた。なんでだろうね、どうしたの時めっちゃ険しい顔してたのかは謎, 笑っちゃったよツイートに。私もうなんかモーナちゃんからそこごめんねって来て、何のことかなって私は分かってなくて、全然大丈夫だよみたいな言って、その後にツイッター見たらもうすごい顔してたあの恥ずかしいよ、もうひょっこりはんとかそういうレベルじゃなかったあの顔はみたいな、なんかね、なんであんな顔してたのか。そうです。で今日は何を食べようか、トマトは食べたいな。私ねトマト毎日食べてる、毎日トマト食べてます。でも毎日トマトとか野菜を食べてるおかげで肌の悩みはなくなりました。今肌荒れは一つもしてないですね、よかった。テカテカですお顔が。あの水素パックを最近買って超良くて、そう水素パックを買ったんですけど超良くて、まあそれを使ってますね。一日で結構良くなった。あとビタミン剤飲んでます。そのツイート見てない気がする見なくていいよ本当にね、見なくていいってわけじゃないけど、本当すごい顔してるから。どうしようかな、はあ、リムラかすみちゃんかわいい。さきちゃん、やっほー、みずきちゃんです大して今日喋んないからみんなお話しして、なんかこんにちは、ありがたわ。え、なに、びっくりした、タワー撮った、ダメだよ、この配信にタワーはダメだよ、本当にこれネタとかじゃなくて、本当に全然、何もないから、今日の配信。え、タワー来てる、え、嘘でしょ
え、なんで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 、え、どういうこと、え、ねって、なんでなんでっておかしいけど、マサハルさんありがとうねえ待って、笑っちゃったよ、リアルタワー、え、気づいてたわ、え、なんでなんで、びっくりした、タワー来たよって来たから、で、そのノブさんがありがタワーとかって言うから、え、なんでタワー、なんでタワーって言うか食べるんだけど、びっくりしちゃった、ありがとう、嬉しい、マサハルさんありがとう、いや、やったね、やったねなのかな、ありがとう、可愛いから嬉しい、じゃあスクショするね、する今ここで、ありがとう。え、恥ずかしい、なんか嬉しいね、ありがとうございます、うん、なんか後でなんかペンとかなんかあるかな、仕事中に大丈夫、私もね無言だから仕事中に無言でごめんね、いやほんと私何も喋ってない、多分でも聞こえてないんだよねきっと、握手会通います、嬉しい、ありがとうございます、ぜひ来てください、待ってます、え、嬉しい、マサハルさん、なんか近くにねいいあれがなかった、メモ帳がなくて、大きいのがなくて、ちっちゃくなっちゃった、しかも見えない待って、やばいね、見えなかった、何も見えなかった、いや笑っちゃう、マサハルさん、新潟はありがとう、ちっちゃいけどアップにすれば見えるかなって考えです、ありがとうございます、嬉しい、アップにすればわかる、ありがとう、テヤンが25人中で一番優しいと思う、え、それなんで、どこでそう思ったの、どこの場面、今の配信でそう思ったの、嘘、何も喋ってないじゃんねえ、みんな面白いな、いや多分私が変なんだと思うんだけど、みんなも面白い、
メモ帳はまだったごめん違うんだよ。近くにねペン持ってくればよかったんだけど。そう、さきちゃんこんにちは、こんにちは。三浦みのるさん、みのるさんこんにちは。握手会でそのメモ欲しい、あげたいです。本当にあげたい、差し上げたい。でもこれとかもね差し上げたいです、皆さんに。終わったら本当にこれをはいってあげたいレベルだよ。なんかさ、お手紙をが返信できる、なんていうのっていうアイドルとかもいいじゃないですか。お手紙返す、いいなと思います。私も返したいな、みんなに。キャンスパの新作買ったの、はい、ゲットしました。4着かな、4着5着くらいゲットしました。あと他の服何着かゲットしました。やったね。でも今キャップがめっちゃ欲しくて、どっかいいお店で夏用のキャップがゲットできたら、かわいいね、キャップが欲しくてググっております。ググってで調べてます、いつも常に。かわいいキャップが欲しい。すごい、誰もな、今日ギフトたくさん来る。サンタのサンタさん、サンタのサータさん、ありがとう、だるま。嬉しい。沙織ちゃんもね、ハートとかだるま。とんちゃんさんもハート、のぶーさんもハート、ありがとう怒ってるように聞こえちゃった。ありがとうって怒っちゃった。つぐるさん、たこさん、いつもありがとう。嬉しい。ありがとうね。これね、紫。ピンクじゃなくて。紫だよ。眉毛に、眉毛垂れ眉になりつつある。え、全然、え、剃ってないもんだって。うん、なってないよ全然。嘘、なってるかな。多分ね、こうやって分けるとなってないんだよね。なんか今日ここなくない、なんかどうしたのどうしたの、本当にどうした木村。なんかでも眉毛面白いんだよね私の。いやでも普通になんか、うん、普通よ。こっちのね眉毛あんま良くないんだよね。こっちの眉毛めっちゃいいんだけどさ、そう、こっちの眉毛あんま良くない本当に。こっちとこっちは逆にしてほしいもん、眉毛常に思ってる音やみ返信来たら嬉しいだろうな。そうだよね、そうよね。私も友達ただ LINE 返信来るだけでも嬉しい。
え、森安まどかさん似てる？え、嘘。それは普通に嬉しい。え、ほんと？え、でも、こんなに美人じゃないよ、私。それはね、嬉しい。ありがとうございます。嬉しいです。え、ほんと？写真見てても超可愛いですもん。似てないよ。え、超かわいい。毎晩ご飯自分で作ってるんですか？はい、そうです。あ、まあ今年で19歳ですからね。作ります。言われてみれば似てるかも。え、ほんと？そうかな。あ、私めっちゃ似てる人いない？よくいろんな人に似てるって言われる。さきちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。配信へようこそ。特に何も喋れないです、今日は。土日ってこういう感じじゃない？わかる？土日ってこういう感じよね。なんかぼーっとしてない？私だけ？かな。なんか仕事以外の土日はもうぼーっとしてます。昨日撮ったスクショ夏美ちゃんに似てる一枚がある。あ、ほんと、夏美ちゃんにそっくりって超言われるんだよね、私。石川夏美ちゃんに。なんでだろう。顔の骨格かな。でもそうだよね。顔の骨格だよね。顔の骨格？え、なんでだろう。え、雰囲気？雰囲気かな。実物見たことあるけど確かに似てると思う。え、本当？嬉しい。ありがとうございます。超嬉しい。さきちゃん、今日もお疲れ様。木松あゆちゃんのイベントで星集めしてるから50カウントだけど、え、全然50カウントしなくても、50カウントしなくてもいいよって言うと変だけど、え、全然見るだけでいいよ。そんな疲れちゃうから。頑張ってください。私、アリちゃんのこと応援してるから頑張れ。応援してます、皆さんのこと、ファンの皆さんのことも。だから全然見てるだけでいいよ、本当に。手休ませて見てください、ゆっくり。本当、今イベント中でちょこっと見に来てくれる人とか、よかったらツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。ツイッターフォローしてねって書こう。今学校終わってから来たよ。お、あやかんちゃんお疲れ様。おつー、ありがとう、来てくれて嬉しい。ツイッターフォローしました。ありがとう、まさはるさん、ありがとう。私、あれ、本当に今日何、なんで今日今配信したのかな。本当に謎だよね。超喋ってないよね。でも、なんていうんですか、光がいい。朝この時間帯に配信すると光が良くない？画面の見やすくないですか？夜に配信する光より自然光の光の方が。
ハーフツイン、そう、ハーフツインにしたの。最初ね、ツインテールだったんだけど、なんか、ツインテールしすぎだなと思って、ハーフツインテールにした。こんな感じです、今日は。イェイ。イェイ。イェイ。そう、手、ムーキュアしてんの。なんとなく配信したい気分になったのでは。あ、なんか配信しなきゃみたいな声変な出た。なんか配信しなきゃと思って、でも8時以降に配信したのもいいけど、でも絶対眠くなるだろうなと思って、この時間で今本を読むか配信をするかどうすると思って、そう、あの、ほんと本最近好きになった。本見ろって怒られてて、よく怒られてるわけではないけど、私なんていうの、文章能力がないのね。だから不意に発言を求められると、ほんと変な言葉しか出てこないから、もう本を読んで、あと本を読むと人の気持ちとかもわかるし、そう、だから本を読んでます。え、トゥルネイルだよね。あ、そう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 、トゥルネイルだよ。これね、お花なの。見える？見える？ブヤブヤしてるよね。明日、明後日に写真インスタで投稿しようかなと思ってます。多分ね載せるインスタに。あと私服の写真も14日外に出るから遊びに行くから撮ってもらったら載せます。テレビで見るより幼く見えるね。あー、そうかも。結構動画だよね。私動画同案だよね。テスト週間始まっちゃった。辛い。あ、本当私テスト嫌い。もうね、やる気出ないもん、テストとか言われても。もう何のテストだと思っちゃう。学校のテストだって話だけど、もうダメよ、私テスト嫌いすぎて。でもちゃんと勉強するよ。ちゃんと夜中の3時くらいまで勉強する。不安だもん。なんかいい点数取れるのと取れないのがある。なんでだろうね、勉強頑張ってんのに。そういえばビバラポップのショールーム見たよ。ゴーさんのやつ、鳥のやりとり面白かったから。じゃあ、なんかゴーさんとすごい目が合っちゃって、私ゴーさんに何ですかって言ったら、ゴーさんに普通に、いや、目が合っただけだけど、でもちょっと確か。ああ、目がまん丸だから。ああ、目丸いね、確かに。ほんと丸い、顔も丸いし。 JC だよね。19歳です、今年で。もうなんだ、高校1年生に見える。それはやばい、普通にやばい人で、私。知識がちょっと違うのよ。違う。本当に目が合ってたの、ずっと。違う、本当に。本当だって、信じて。みんな動画見てよ、ちゃんと。配信者さんの皆様、こんにちは。お疲れ様です。星さんも集め、あ、全然いいですよ。全然、なんか上から目線な感じになっちゃうけど。え、全然見るだけでいいですよ。本当に。別に、
別にってわけじゃないけど、気まぐれ配信だからありがとうございます。よかったらじゃあツイッターフォローしてください。ツイッター木村美咲のフォローしてね。ぜひ軽く見てくださった方はお願いします。ゴーさんにいじってもらってよかったねいじってもらってよかったねというか、あの普通にもともと知り合い、ラストアイドル入る前からの知り合いなのでそうそうそう、今日の髪型めっちゃ可愛い、ありがとう。ハーフツインテール、そのパーカーもキャンスパーの、ちゃう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 、これはね、ウィゴーさんです。お母さん買ってきた、ウィゴーに売ってるよ。でもこれ結構1年前くらいかな、でも似てるようなの売ってると思う、ウィゴーに。でももうパーカー売ってないかな、夏服に変わってる。ちゃうちゃう、そうちゃうちゃうって言ってみた。なんか関西弁って可愛いじゃん。可愛くない関西弁って。みんな星さん投げてくれてありがとう。なんか誰いるかなって今見てる。あ、うわ、あれ、あ、で動かなくなった。あれ、ちょっと待って待って待って。固まっちゃったんだけど。私の画面。嘘でしょ。え、ちょっとこれは最悪。あれ？なんで動かないの？あれあれあれ？ちょっと待って。私自分の顔がわかんない。見えなくなっちゃった。動かしすぎて、なんか、なんかね、動かなくなっちゃった。ウィンクしてできないんだよね、できないあれ、なんかね、来てる人誰かなと思って出たら動かなくなっちゃったよ。知ってる方いるかなと思って。カドワさん知ってる。あと誰だろうな、来てくれって。え、本当に動かないんだけど画面が。そう、本当やだ、もうね、しくった。なんでだ、ちょっと本当に、なんでなんかよくあるんだよね、動かなくなること。あれ、どうして、こんにちは、こんにちは。あ、マサダさんだ。マサダさん知ってる、私。ピカリンさん、宇太郎さんもいる。いや、待って、本当に動かない。もうね、いや、治ったか、治んない動かないもんだって画面が。
都内、東京都内あちこちに行きましたか？あ、行った結構。こうやってやんないと自分の顔が見えないんだけど、私こうやってやんないと。そのくらいちょっと上の方に行っちゃった。あ、だからやべって書いたってことで、あの半目白目だったから。私ね、白目うまいよ普通に。ぽいマーキノってあ、花の血派で、もうすぐじゃん。あ、嬉しい。更新してみたら、うん、大丈夫。今日、もうこの配信終わったら、今日はこれで配信終わります、今日は。風呂入って寝ます。本読みながら。私あんまね、テレビ見ないんですよね。そう。今日もね、朝1時間しかテレビ見てない。一人でいると全然テレビ見ない、本当に。ドクバ番組のドラマ2本だけ見て終わった一番お気に入りの場所はどこですか？これというこれはないですね。ナスタイドで見ないの。録画してる？録画して見てる。ほんと12時くらいまで私は起きれないもん。起きてられない。寝ますね。そう、本当に私22時くらいになったらベッドなんか入るんだよね、眠くて。そう、なんでだろうね、わかんないけど、体内時計。23時とか、23時後には寝てるかもしれない。爆睡してる。早寝早起きですね。7時とかに起きます、それで。6時とか7時に起きて、片付けて、準備します。名古屋から、こんにちは。こんにちは。インスタなんかつぶやきたいな。以前に夜配信眠そうになってたね。そうってた。そう、夜配信ダメなんだよね。そろそろ配信終わろうかな何もしてないけどねみんなこの配信見て大丈夫だかな、私。みんなこの配信眠くなんないのかな。この人何やってんだとか思ってるよね、絶対。このまんま私は外に出ます。マヒロンと真逆が何が2020は美咲のシンデレラタイム。そうだよまた怒っちゃったそうです。そう、シンデレラタイム。もう、あ、そう、夜遊びとか一回もしたことないね。だから私は夜遊び一回もしたことない。本当眠くなるからダメ。19歳で、今年19歳だけど、19歳で
これだったら多分大人になっても多分そうなんだろうなって思う。変わんないと思う、二十歳過ぎても。中学の時から本当に22時以降過ぎたら、高校の時もそうだったんだけど、過ぎたら本当に眠くなるの、私。体内時計で本当に22時ぴったりに本当に眠くなるの。わかんないんだけど。で、だからそのダメなんですよ。だから夜にご飯とか食べに絶対に行けない。で、ああ、本当嬉しい、ありがとね、イエーイ。インスタライブしたいなとか思うんだけどね。なんかインスタライブしたいなーって。今度マヒロンとしようかな。マヒロン、まあ、メンバー、サムサムメンバーで、私以外にインスタやってる人がまあ誰もいないから、一緒にやろうかな今度。からみんなインスタフォローしてね。ツイッターも。あ、なんか目にゴミが入っていたい。そろそろ配信終わろうかな。じゃあ先はお買い物に行ってきまーす。じゃあ13位から読みたいと思います。13位、あやかんさん、ありがとうございます。12位、ノーブーさん、ありがとうございます。11位、キュートテアン、ありがとうございます。10位、ナコさん、ありがとうございます。9位、バニャンさん、ありがとうございます。8位、アベテアン、違うな。13、12、4で、11位、ケイトテアンさん、ありがとうございます。10位、ナコさん、ありがとうございます。9位、バーニャンさん、ありがとうございます。8位、アベテアンさん、ありがとうございます。7位、サンタのサタさん、ありがとうございます。6位、ピエカルさん、ありがとうございます。5位、トンちゃんさん、ありがとうございます。4位、おかゆさん、ありがとうございます。3位、さおりてん、ありがとうございます。2位、すぐるさん、ありがとうございます。1位、まさはるさん、ありがとうわーでした。ありがとうわーです。なんかラブレターみたい。 ラブレター。 ありがとう、ありがとね。今日も楽しかったです。まだね、一日は長いから楽しみましょう。またねー、バイバーイ。